いてた頃くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の皆さん、はじめまして、さくらプラチナム、所属のシオンです。はい、今回ですね、ホストデラックスさんで、カラオケ配信をさせていただいたんですけど、シングルベッドという曲を歌わせていただきました。この曲、結構、まあ、古い曲なんですけど、名曲なので、僕は結構好きで、これ選曲させていただきました。そうですね、皆さん、またあのアップした動画をぜひぜひ聴いてください。そういう感じですね。桜プラチナムは、現在ちょっと店舗改装をしておりまして、8月から、リニューアルオープンしますので、皆さんよかったらパワーアップした桜プラチナムにぜひ皆さん飲みに遊びに来てください。すごいね、最高なメンバー集まってますんで、きっと満足してもらえると思います。はい、その時僕も、使わせていただいて、いろいろおしゃべりしましょう。はい。こんな感じで、どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。